合作金庫銀行は台湾台北市中西区に本社を持つ大手商業銀行の一つである。前身の合作金庫は日本統治時代の1944年に設立された台湾産業金庫を引き継ぎ1946年に台湾省合作金庫として台北市で発足した特殊金融機関という位置づけをされた組織であった。ただし、預金業務等 一般的な銀行業務も行っており、また大手商業銀行並みの店舗もを有していたため、一般人には特殊金融機関という認識はあまりなく看板に書かれている合作金庫、四股という文字でかろうじてわかる程度であった。主要株主は台湾省政府を筆頭として各地の信用合作者、農会、魚介などからなる。そうした背景から、 経営危機に陥った各地の信用合作者の救済合併等を行ってきた。2001年に政府の金融改革により特殊金融機関から一般の商業銀行となり、称号を合作金庫銀行とした。また2006年には中国農民銀行と合併、国内最大の支店網を持つ銀行となった。合作金庫銀行場内文工社会人。 野球チームを持っており、台湾球界屈指の競合として知られている。ありがとうございます。